さあ長州の姿が見えます。気合が入っています。何を思うか長州、ユナイテッドナショナルヘビー級選手権、天竜に挑みます。そしてチャンピオンの天竜、チャンピオンベルトが控えます。この後の一騎打ちもお楽しみ。土曜トップスペシャル、今夜の全日本プロレス中継は日本武道館から全国のプロレスファンの皆様にお送りしています。さてスペシャル当然武道館、本番放送の頂点に立つ武士の好カードが実現いたしました。長州力対天竜、股間プロレス対全日本プロレス、今日本のプロレスファンが最高に待ち望んだゴールデンカードでございます。最初にジャパンプロレス所属革命戦士長州力の入場だ。ジャパンプロレスのトップの座について半年が経過しました。若手中堅を凄まじいエネルギーで引っ張っていくパワー、そして日本マット界の頂点に君臨しようという長州力のこの意欲が連日リングから感じられます。そしてひたすら持てる力を噴出させるエネルギッシュなファイトはファンを酔わせます。今夜の相手天竜とは2度目の対決、一度は勝っていますが最高に燃える相手と天竜を持ち上げています。ユナイテッドナショナルヘビー級の選手権試合、チャレンジャー長州力の入場でした。さあそして今度は全日本プロレス所属龍雲昇龍、この男天竜の登場です。完成な顔つき、全日本プロレスで一番タフな男、UA の王者に君臨以来、ファイト内容はもう光りっぱなしです。関係者からもファンからも非常に高い評価を受けています。その中でも長州力を相手に回したとき、一段と格闘競技のエキスがほとばしります。やはり長州力と同じように格闘競技一筋に生きてきた、その天性の素質がぶつかり合うからでありましょうか。さあ2度目の対決、一度は長州の群馬に下りました。しかしその内容は長州ファンからも激しい拍手が送られました。さあベルトをかけての対決だ。絶対に負けられない天竜、 UN ユナイテッドナショナルヘビー級10度目の防衛戦。試合に先立ちまして日本テレビからユナイテッドナショナルヘビー級選手権を争います長州力、王者天竜、そしてレフリーに今花束が贈られました。この後リング上ではタイトルマッチ宣言が館内1万2000人に告げられます。チャレンジャーが長州力、王者天竜です。さあ黄金のチャンピオンベルトを左手に持ちました天竜に対しまして、ちょっと長州力の目線はどこを見てるんでしょうか、どこを見てるんでしょうか。今夜のこの長州力はベルトを超えた対決をしたいんだということを盛んに言っておりました、アピールしておりました。さあ握手を求めに行こうとするのか、冷ややかな目つき、これが天竜。おっとユナイテッドナショナルヘビー級のベルトをポーンと外におっぽり投げました。これはまさに軽蔑だ、軽蔑だ、ベルトへに対する軽蔑だ。さあこの後リング上ではセレモニーが行われるんでありますが、天竜の往復ビンタ、長州力これをまともに受けました。黄金のチャンピオンベルトは本部の方に預けられた形になりました。さあ平均が1万2000人興奮状態、五色の稽古が待っています。この後両選手の紹介が行われるんでありますが、さあすぐに試合が始まるのかどうか。今夜天竜は長州との一戦でベルトを守りますと大試練をひとまず突破することになります。そして第一人者としてファンは認めることでありましょう。おお、山田さん、ちょっとユナイテッドナショナルヘビー級の選手権試合の方向転換、ノンタイトルマッチですね。やっぱりあのベルトを放り投げましたし、あの宣言もありませんでしたからね。そうですね。さあチャレンジャーではありません、特別試合になりました、ノンタイトルであります。60分一本勝負、まず長州力、そしてユナイテッドナショナルヘビー級のチャンピオン、タイトルマッチはなくなりましたが、今最も怖い相手を選びました天竜。さあ特別試合、試合時間は変わりません、60分の一本勝負。さあ竹内さん、はい、大変な、これはまた大ハプニングと言っていいでしょう。もう試合の直前までは私たちはユナイテッドナショナルヘビー級の選手権、天竜の10回目の防衛戦というふうに課されてましたがね。しかし長州が試合前にですね、はい、俺たちの戦いにこういうベルトが必要なのかという一つのアピールがありましたね。はい、そういったことを踏まえまして、今夜の対決は特別試合になりました。さあ山田さん、特別試合ということになりますと、タイトルマッチと比較してどういう展開予想できますか。まあこの2人がね、戦う場合はね、ベルトがかかっていてもいなくても、はい
もう壮絶な戦いになることだけは間違いないですね。そうですね、まあ、この試合ね、とにかくあらゆる点で揉めに揉めた、それでやっと今日を迎えたわけですよね。そうなんですね。その土壇場でまた変更があったと、うん、これは私はね、やっぱり長州選手がね、挑戦者という肩書きが嫌だったんだと、そういうふうに思いますね。あ、そうです。やっぱりね、チャンピオンに挑戦する挑戦者っていうのはどうしたって一枚下ですよね。そういうことを嫌ったんだろうと思います。なるほど、格ということを非常に重んじるのが長州力の性格ですね。そうですね。さあ、殺人ホイップで天竜をまずマット上に這わせます。そしてコーナーマットに思い切って引っ張って、さらに反対側、今度はドロップキック、長州力ドロップキックを打ちました。マットに寝ておりますのは天竜であります。さあ、非常な興奮、戦慄がこの日本武道館を襲います。今日本のプロレス界の話題を独占するこの天竜対長州力ゴールデンカード、ちょっと角度を変えてみますと、土曜トップスのファンにプロレスは何かというものを教えてくれそうなカードですね。そうですね、まあ、この対決がですね、はい、今のプロレスのね、一番中心を成しているものだというふうにね、あの、初めて見るファンの方はお考えになったらいいと思いますね。竹内さん、はい、この両選手は今年の2月の21日大阪城ホールで対決してますね。そうですね、この時はですね、長州がエプロンで放ったバックドロップ、はい、これが一つの決め技になってですね、天竜がリングアウト負け置きしたわけですね、はい、しかし試合後、大阪城ホールの試合後の記者会見では、長州は納得のいかない試合だった、内容は五分五分、真の戦いはこれからだとはっきり言ってましたね。それだけにですね、やっぱり両者ともピンホールでなければですね、はい、勝負をついたという気にはならないわけですよね。あ、そうですね。両選手グランドでの展開になりました、山さん、この両者はですね、共に燃えるという言葉を使うんですけれども、あえてこのレスラー同士燃えたぎるというのはどういう意味があるんでしょうね。いや、やっぱりね、はい、それはお互いにお互いを認め合ってるからですね、もうとにかくこの両選手の話をそれぞれに聞いてもですね、もう両方共に相手を尊敬してますね、はいはい、もう特にね、あの、天竜選手がね、長州選手のスタミナの配分のうまさにはね、感服するというふうに言ってましたね。なるほど。もう実にね、怖い選手だと、で、一方の長州選手にしても天竜選手のね、あの、どっからでもかかってこいというあの度胸にはね、本当にびっくりすると。なるほど。こういうふうにお互いに認めてるんですね。両選手が立ち上がりました。すごい迫力だ。長州対天竜、60分の一本勝負特別試合。さあ、キック攻撃に出てまいりました。天竜、長州がロープを背負っています。さあ、右の腕のあたり、これはラリアット封じでしょう。思い切ってパンチを一ラース打ちまくります。さあ、これが長州力であります。期待ご覧いただきましょう。まあね、今日タイトルマッチの予定が突如として切り替わった、はい、これはね、天竜選手に有利かもしれませんね。そうですね、うん、右の腕折り攻撃に出てまいりました。天竜の5体に力がみなぎってまいりました。全身全霊を込めた入魂のファイト、完全に長州力の力ラリアット封じであります。先ほどちらっと長州力の額をご覧いただきましたけれども、6月に入りまして、6月4日の大阪城ホールの対決ではこの天竜とのタッグマッチで額を割られました。その翌日の愛知県体育館ではタイガージェットシンにまたも額を割られまして、17針の重傷でございます。そういったこともありまして、4日前に抜歯をしたんでありますが、まだこの傷口のところは完全に塞がってないようですね。竹内さんね、それだけですね、ここをもし狙われますとね、長州非常にハンデを背負うことになりますね。腕ひしぎ十字固め、またしても今度は、天竜が攻めるグランドでの展開になっております。ということは山田さん、精神的にも肉体的にもどうでしょうか、天竜の方が有利じゃないでしょうかね。そうですね、はい、私はあのタイトルマッチの場合はね、はい、天竜選手がね、やっぱりね、もう全日本プロレスのね、人間として絶対に防衛しなきゃならんと、大変に強いプレッシャーをね、はい、感じていたと思います。このプレッシャーがなくなったということは、これは天竜に大変なプラスだと思うんですね。先ほど控室のレポートもお伝えしましたけれども、タイガーマスクが小林邦明に敗れまして、意気消沈の全日本プロレスの控室だったんですが、ただ一人天竜だけがその敵は必ず打つぞと大いに張り切っておりました。長州を倒せば山田さん、大将を倒したことになりますからね。もちろんそうですね、ですからね、もう 一戦一戦がね、はい、本当に軍団構想、もう両陣営にとって手に汗握る
展開になっているわけですね。またしてもグランドの展開、この領有に流れている血というのは数々共通のものがあるような気がいたします。それはこの2人の格闘歴が物語っているのではないでしょうか。さあ攻めております長州の方の格闘歴、ちょっとご紹介しますと、山口県桜ヶ丘高校時代からこの桁外れの高校生レスラー、そして皆様ご存知のように専修大学時代はフリー、それからグレコの両学生チャンピオン。その学生生活一日の休みもなく練習に明け暮れたそうでありますが、その頂点に立ったのがミュンヘンオリンピック出場という肩書きでございました。さあ一方今攻めに入りますか、あとまだ攻められております天竜の方でありますが、天竜は13歳で大相撲に入門、20歳で幕下初優勝、3年後に新入幕、西前頭筆頭までトントン拍子の出世、これまた非常に力強い記録を残しておりますが、初土俵以来無欠、一回も勝負を休んだことがありません。非常に誇れる記録、これが天竜であります。さあ足ちょっと足を攻撃しておりますが、竹内さん、サソリへの流れですか。この形からサソリはちょっと無理ですね、はい、ちょっとまだ無理ですね。これは十分に警戒を要します。天竜ディフェンスの進歩はどうでしょうか。うまく足を取りました。今度は2人本当にねちっこいグラウンドでの展開であります。それから山さん、2人に強調している点はもう一つありますが、このなんて言うんでしょうか、雑草のようにたくましく実力で今の位置を勝ち取ったということですよね。そうですね、まあ、本当にこの2人がですね、はい、リングの上がってくるとこの我々の胸の中がガーッと熱くなってきますね、はいはい、まあ、彼らが燃えると同時に我々まで燃やしてくれるという感じがありますね。まさにそうですね。今日の日本武道館1万2000人のお客さんが入っておりますけれども、固唾を飲んでこのゴールデンカード好勝負を見つめております。まさに今日本のプロレス界の話題を独占するこの天竜対長州力2回目の対決特別試合。さあ足殺し合戦でありますが、竹内さんどちらに分があるでしょう。今は長州に分がありましたね。はい、エプロンサイドであります、ブルーの三角状での勝負、しかしまだまだ勝負のあやポイントというのものこれから訪れそうであります。山さんまだまだですね。まだまだね、そう簡単に両方ともね、手の内を見せていませんし、はい、まだ本当にね序盤戦のね突きの狙い合いというところですね、はい、ジャパンプロレスの総帥大昇格でありますこの長州力。竹内さん、東京の池尻に立派なこの長州城と言ってもいい道場が出来上がりましたね。それだけですね、長州はもう非常に今おやる気になってますからね。そうですね、そこの選手会長も務めます長州力、やる気満々でこの日本武道館決戦を迎えました。さあ何としても雪辱したい天竜、しかししつこい攻撃だ長州力。さあサソリへ、サソリへの除去、さあサソリ固めが始まりそうだ。まさにアマレスの基盤が脈々と流れ続ける長州力のレスリング、長州の代名詞サソリ固め、かつては左足首靭帯を損傷させられました。ものすごい怖い技です。しかしね、天竜選手があの右手を離しませんね、はい、あれはやっぱりディフェンスで非常に前ですね。そうですね、抱え込んでましたからね今。そうですね、やはりディフェンス面には一歩進歩があります。さあ天竜にはこれと同じような威力を持ちますテキサスクローバーズホールドがありますが、さあどこまで我慢できるか。左の足ステップオーバーしますと完璧にサソリ型で完成でありますが、しっかりと太もものあたりを抑え込んでいる天竜です。そうですね、これを変えさせるかどうか。そうですね、おっとちょっとバランスが崩れました。まだ長州力入っておりません。足を取りに行きましたね。はい、まさにサソリ地獄、これにはまりますともうちょっと左足首をかつて靭帯を切られたことのあります天竜、またまた大きな負傷を負うことになりますが、なんとしてもここだけは踏ん張りたい天竜。さあここで流れを変えていきますか。ちょっとサソリ固めは2つに終わりました。竹内さん、はい、今のこのサソリ固めから逃れるまでのプロセスどうですか。長州はですね、非常にこれ意識的に狙ってたんですけどね、はい、ただあそこまで腰が落ちてしまったらダメですね。もうちょっと早いステップで返さないとですね、サソリはなかなか入るの難しいと思いますね。なるほど、両選手再びリングの中央で相まみえます。さあこの辺りから天竜の逆襲撃が見られるかどうか。まだ額は17針縫った後流血ではありません、額は閉じられたままであります。さあ力の入る攻防、天竜対長州力。ファンの皆様には今井哲之のヘビー級の選手権というふうに、冒頭お伝えいたしましたが、特別試合に切り替わっております。ベルトはかかっておりません。それだけに両選手そのタイトルマッチ以上の白熱の攻防を展開しているわけであります。まさにこの竹内さん、
ベルトを超えた一戦ですよね。もうこれはですね、ベルトの価値観とかそういう問題とは別のですね、はい、一つの男のドラマがありますね。本当ですね。さあコーナーに追い詰めた、またしても右封じ作戦、天竜ガンガン攻める、ガンガン攻める、そしてダブルチョップ、逆水平の形に持っていきました天竜。今最も怖い相手という長州力、天竜、お互いにそう言い合ってこの、レスリングを高めつつあります。まさに素晴らしい男たち、天竜と長州力であります。プロレスのファンじゃなくてもこの両選手の名前は本当にたくさんの人たちが知ってますね、山田さんね。そうですね、やはりね、あの、まあ、かつての力道山時代のね、はい、プロレスを知っているオールドファンも、それから現代のファンも、それでプロレスファンでない人まで、本当にこの男のね、戦いの凄まじさ、この一戦を通じて感じ取ってほしいですね。そうですね、まさにプロレスリングは男のロマン、そういうような感じがいたします。この両選手の息通り、もう一歩も引かない、ただ全身あるのみの両選手の迫力あるレスリング。この長髪が長州力、長州力カットを真似る少年が多いようですね。いや、やっぱりね、このなんて言っても大ヒーローですからね、はい、本当に今のね、話題の中心、はい、そう言っていいでしょうね。そうですね、もう一方の言う天竜であります。相撲出身、竹を割ったような性格、間違ったことが大嫌い、もうレスリング生活まっしぐらという感じの天竜です。さあさあ、この後の展開です。足を取りに行ったのが天竜、下から潜り込んで、さあおっと、そのままあのハーリーレースが打ったようなバックドロップ、変形のバックドロップを打ちました。足を持ってのバックドロップ、いい体勢で当たりました。そのまま覆いかぶさる天竜、さあ主導権を握るかどうか、勝負はまだまだ、勝負はまだまだこれからです。じっくりとしたこの長期戦の流れに変わりつつありますね、山田さん。うん、とにかく天竜選手がね、さっきからやってるのはあの右腕への目標ですね、いろんな形で今リストを取ってますけどね、リストを取ってますね、手首をがっちり固めてますね、はい、さあ両選手の表情をもう一度見せましょう。さあ天竜が張り手を壊しました、対角線上に乗せて、さあカウンターのエルボーですが、これを足で払いのける、足で払いのけました、肘をつきました、左の膝で長州力の右の肘をつきました。そうですね、素晴らしい目です、素晴らしいタイミング。さあ天竜が押しまくる、キックを打つぞ、コーナーに釘付け、長州力のディフェンスちょっと甘くなってまいりました。さあブルドッキングヘッドロック、ブルドッキングヘッドロックで相手の顔面を砕きます。天竜調子が出てまいりました。竹内さん、天竜がペースを握ったと見ていいですか。非常に天竜の目が良くなってきましたね、良くなってきました。さあパイルドラー、あーっとパワーボムですよ、パワーボム、そのまま、すごい力だ、ちょっと汗で滑りましたね、パワーボムを見せました、脳天逆落とし、最近天竜が殺人フルコースの最後に使う技、素晴らしい技です、パワーボム。さあもう一回サイドのヘッドロック、もう一回、おっとおっと、今度はバックロック、垂直落としてバックロック、長州力爆発、大バック、さあこのままカバーに行けば長州力だが、さあ天竜がこの強打に耐えられるか、カバーに入った長州力、カバーに入りました、垂直式のバックドロップ、1本ずつ打ちました。そして相手にダメージが大きいところ、サソリが止め、まだ入らない、まだ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 入らない、おっと背中を迎えてはいけない、ロープブレイク、ロープに逃げました。タイガー服部レフリー、両選手を分けます、凄まじい攻防。さあ右手にご注目、横角のラリアット、長州力横角力ラリアット、もうまた、すごい勢いだ、すごい勢いだ、巨大なマグマが引き出しました。そしてサソリがため、今度は脇に入った、入ってしまった、どこでもある、サソリがため地獄、サソリ地獄、天竜流れることができない、自信満々、長州力、エネルギッシュな力ラリアットからも、この長州力の凄まじいサソリがため、スコーピオンデスロック、頑張る、耐える、天竜、山田さん完璧に入りましたね。そうですね、今のところね、サイド1万2000人、嬉しいですね、日本武道館。さあ長州力自信満々、さあどうだ、今度はブリッジだ、ブリッジで逃れるか、天竜また腰が落ちた、さあ大歓声、ジャパンプロレスの応援団1万2000人、半々です、応援団は半々、天竜は耐える、歯を食いしばって耐える、タイガー服部レフリー、タイガー服部レフリーがの動きがちょっと派手になってまいりましたが、さあどうだ、もう一回腰が沈んだ、さあどうだ、まだ耐えるか、まだ耐えるか、長州力自
地獄への使者。さあサソリ固め、ぐい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 入っていく長州の代名詞サソリ固め。そのままおっとおっと一旦離れました。そうですね、あまりね、あのしぶとくね、はい、天竜に我慢されたんで、はあはあ、もうちょっとなんか長州選手の方がギブアップしたような感じですね。あそうですか、竹内さん攻撃をギブアップですよ。竹内さん今の攻防どう見ましたか。やはりですね、天竜おそらくあれ足が折れてもギブアップしないでしょうからね、はあ、天竜もあの長州もそれが分かってますからね。今度はラリアット猛烈、もう最短距離からリキラリアットを打ちまくる。もう一回行くか、ちょっと意識がふらついている、天竜の意識がふらついている、頭が下がる。さあ襲いかかった天竜、ちょっとダメージを受けている、天竜ダメージを受けている、きついぞきついぞ、ここは踏ん張りどころ。さあ足元フラフラ、さあもう一回かかってこいという長州力。天竜円錐を狙っていたんだ、空を切る円錐切り、天竜タイミングを狙っておりました。一気に逆転のパターン、天竜が今度は攻める番か。場外に出たのは長州力、場外に出たのは長州力。あれは山田さん、天竜独特のポーズだったんでしょうかね。そうですね、それと同時にね、はい、やっぱりあの2発目のね、あのラリアットはちょっと威力がなかったですね。そうですか、やっぱり腕が痛いんじゃないでしょうか。リングの中、しかし仁王立ちは長州力、これが場外に起こった天竜2回目の対決。さあ雪辱なるかどうか、天竜歯を食いしばってもう一回来たが、今度はブレンバスター、ロープ越しのブレンバスター、やや目がうつろになってまいりました。天竜ダメージを受けている、元気なのは力、力、力のサソリ、再三攻めます。スコーピオンデスロック、しかしこれはロープに近いので手を伸ばせばロープに逃れられるんだが、ちょっと意識がないか、引きずり込まれます。今やっと体を半分出しました。いやもう今度食ったらダメですね。ダメですね、もうさっきはなんとか気力で頑張りましたけどね、はい、もう一回天竜が気力を振り絞って円錐を近いところから打ちまくります。しかし体は半分エプロン、エプロンに出ております。天竜リングの中は長州力だ。さあもう一回来い、もう一回来いという長州力、エプロンに立ちました。大阪城ホールではこのエプロンでバックドロップが決まったんですよね。さあエプロンの攻防は怖いぞ。さあ青い鉄柱があります、赤い鉄柱にまともに額を打ちつけました。天竜の額がこの一発で割れたかもしれません。あのね、鉄柱の横のね、はい、あの鉄柱とロープを結んでるあの金具ですね、あそこへ額の部分をねボロにぶつけましたね、はい、さあこれで流血か。天竜リングの中右手を上げまして、もう一発リキラリアットを打ってやろうかという姿勢。ランランと光る目、長州力勝ち誇ったような表情を作っておりますが、これは天竜だ、天竜だ。さあ果たして金具で打った後流血かどうか。さあしかし頑張り強い天竜、もう耐えます。非常にカイロレスリングを展開している今夜天竜、ちょっと流れが変わってまいりました。さあ引きずり上げます、引きずり上げます、もう一回金具への攻撃、金具への攻撃。天竜の表情が見られない、あーっとやっぱり流血のようだ。金具への攻撃で流血です。さあちょっと意識朦朧、天竜意識朦朧、立ち上がれるか。さあ、かなりひどい流血ですね。ですね、ちょっとのレフリーがですね、はい、傷を確認しようとしてるんですが、ちょっと意識朦朧ですが、させませんね、長州力が、長州力がタイガー服部レフリーに暴行を働いていますが、さあもう一回傷の跡を見ようというタイガー服部レフリー、また吹っ飛ばしました。構わず構わず長州力が攻めて、そのパッキリと開いた額をコーナーマットに打ちつけます。またタイガー服部レフリーを突き放した。長州がちょっと荒れています、長州が荒れています。流血の天竜ひたすら耐えるばかり。さあロープを背にしております、タイガー服部レフリー。これはもうレフリーの権限ですからね。そうですね、ここは間に入って傷の傷口を調べなきゃなりません。しかし、しかし興奮した長州力、あタイガー服部レフリーをとうとう場外に突き落としてしまいました。さあ大変なことになりました。天竜対長州力の特別試合、60分の一本勝負、両者2度目の対決です、ね、今ゴンを要請したのがどうやらリングの下に突き落とされたタイガー服部レフリーのようだ。さあ館内が非常に騒がしくなってまいりました。サイドからアシュラハラ、サイドからアシュラハラ、さあアシュラハラがリングサイド、今度は長州の標的になっています。長州力とアシュラハラ、今日冒頭の試合でご覧いただきました春園田をわずか57秒で仕留めたこのアシュラハラが天竜対長州力の特別試合、ここに飛び出してまいりました。さあ大変です、これぞまさしく三軍団の高層劇、それに輪をかけるようにたった一匹、孤独の一匹狼、
白原が再び飛び込んで、まずは長州力に、その後流血の天竜にもちょっかいを出しました。キラーカンもリングの中に登場しています。いや竹内さん、ちょっと収集がつかなくなりましたね。やっぱ原の乱入でですね、また混戦状態になってきましたね。そうですね、芦原原まだリングの中にいます。冒頭の試合でも皆さんにご覧いただきましたけれども、プロレス界の下半期大暴れの芦原原、またマイクロフォンを握りました。いつの間にかファンの目はこの吠えまくります芦原原に注がれているようです。一匹狼芦原原の動向、この日本武道館出場を機に一気に頂上へ向けて前進しそうな気配でございます。今芦原原のマイクロフォンにも乗っておりましたが、この天竜あるいは長州力、今度は後楽園ホールで勝負しようじゃないかということを盛んにアピールしましたね。そうですね、まあ、しかし今結果が出ましたけども、はい、反則勝ちですか。さあ今の結果が放送席に参りました。天竜と長州力の対決ですけれども、19分飛んで2秒、どうやら長州力の反則が捉えたようです。これが一匹狼の芦原原の姿、天竜血塗られました。2回目の対決でございます。どう見ましたか。やっぱりちょっとスッキリしない勝負ですね。はい、まあね、天竜選手の死体を割られて、まあ、押しまくられていた。しかしね、もう少し中へ入れて、やっぱりがっちり組み合ってほしかった。やっぱりその点はね、長州選手もね、あそこでレフリーの言うことをもう少し聞かないかんですね。なるほどね。